で第3戦はベルギーグランプリスパフランコルシャンで行われます。 6.94 キロという、まあ、ちょっと長いコースを43周します。このコースは一部公道も使っているコースなんですがね、はい、緑の多いアルデンヌ高原カレーザーみたいなところにありますね、はい、ご覧のようなコースなんですが、このスパ24時間に岡本さんも出場なさるそうですね。そうなんです、グループ A のレースなんですけどね、ぜひ完走して帰ってきたいと思ってます。じゃあその分も含めましてこのコースじっくり見ておいてくださいね、はい、勉強したいと思います、はい、ポールポジションはナイジェル・マンセルが取りました。以下ご覧のように続いています。このコースなんといっても公道を使っています。第一コーナーがこれヘアピンのようになっているんです。二宮さん、この第一コーナーの突っ込みはきついですね。そうですね、スタートしてすぐにものすごくきついヘアピンなんで、そこをうまくこう進入して抜け出すっていうのが一つのポイントですね。まあ、中島選手も中段以降にいるわけなんですけれどもね、巻き込まれてしまうと大変ですもんね。そうですね、ここは例年何か起こることが多いんですよね、うん、岡本さん、いかがですかこの第一コーナーは。20Rぐらいすごいきつそうですね。そうですね、もう本当に入り口では F1 マシンでも一時停止するくらいスピードダウンです。その回ここ下ってってこの辺がスピード乗るんですね、ここは上りの直線、このようにマシンを右に左にタイヤをウォーミングアップしている車も目立ちます。レッドランプからグリーンランプに変わりました。さあスタートです。セナが出ました。でもインカーからマンセルがうまくキープしましたね、はい、さあマンセル、ポールポジションのマンセルがトップをキープ。その後にセナが続きます。中島選手もうまく回ってきました、はい、今年は何も起こりませんでした。1コーナーは、はい、スタートってすごくドライバーの性格が出ますね。あ岡本さんはどういうスタートになるんですか。私はそうですね、その時によってスプリントとね、ロングディスタンスとその時によって心境が違いますからね。でもセナさんは激しいですね。そうですね、やはり攻撃的ですね、うん、まあ、マンセルの方もどちらかというと攻撃的ですから。じゃあ当たりますね。この2人はいろいろと過去にもですね、いろんな、はい、絡み合いといいますか、なかなかバトルが多い2人なんですよね。そのバトルの多い2人が前に行きますのがカーナンバー5番のマンセル、後ろからがセナです。あ、これは、ベネトンのブーツェンと後ろの車、今ミナルディですね、これ接触したんだと思いますけれども、はい、そしてこちらはティレルです。はい、このティレルも接触ですね、もう一台の方はこれは事故には関係ないようですけれども、さあ黒旗が出ていますが、これはコースポストで黒旗が出まして、ピット前で赤旗、レース中断ですね。このような大事故ではちょっとレースできる状況ではありません。真っ二つですね。もうね、エンジンがもうちぎれて飛んじゃってますからね。これでドライバーは、ドライバーは無事でした。フェラーリのベルガが今ピットで説明してますけれども、こうなりますと大変ですね。各コース、ね、あるいはマシン、こうやってセッティングまたし直さなきゃいけないですね。そうですね、まあ、今回異例なんですけれども、レース全てやり直しということで、給油も認められました。Tカーも全部用意してもう一遍全くやり直しです。さあ2回目のスタートです。はい、さあセナがまた出ましたね。うまく今度はもう加速も伸びてトップで入ります。マンセンがやられちゃいました今度は、はい、先ほどに続いてセナが出ました。そしてセナが今度はトップですが、もっと1コーナー何か転がっていました、接触したんですよね。ウイングのが落ちてましたけれども、さあセナ、マンセル、この2台が通過していきました。さあしかしスタートをやり直し、うまくスタートが切れたマンセルがね、今度はトップを捉えてしまいましたね。さっきはせっかくうまくいったのに今度はセナに捉えたっていうんで、かなりこれはまあドライバーの気持ちとしては相当揺れ動いてますよね、はい。特にマンセルはスタートから今年は果敢に攻め込みますから、ね、さあどういったレース展開になるでしょうか。ここでアウトに出ました。あ、これはちょっと強引ですね。あ、ここで今タイヤが絡みました。2台スピンです。さあセナとマンセルコースアウトしてしまいました。
この脇をすり抜けてトップに出ましたのがカーナンバー6番のピケです。そうですね、3番手につけてたピケがもう何もしないうちにトップ立っちゃいました。セナはもうあそこでリタイアということですね。はい、かなり感情的になってたんでしょうね。そうですね、まあ、その先ほどの2人の因縁のね、ある2人ですから、まああいうような形でレース終わったっていうのは非常に、まあ、チームとしてはもう本当にもったいないレースになってしまいましたね。特にまあホンダとしてはワンツースリーといったところで、ワンツーのね2台のあれが消えちゃったわけですね、マシンがね。おっと、これはフェラーリのベルガーですね。これはもう完全にエンジンが壊れて、もうオイルが全部出ちゃってる状態ですね。これはちょっとに戻ってきましたが、これはちょっと難しいでしょうね。火もね見えてましたけれども、もう完全にこれはリタイアですね。さあ、長い直線を上空からご覧いただいています。かなり長いですね。そうですね、1キロぐらいあると思います。2台のベネットの間にヨハンソンが割って入りました。このヨハンソンも日本では大変馴染みの深いドライバーだと思います。そうですね、この、まあ、ファービー、ヨハンソン、ブーツェン3人とも何度も日本の F2 レースに出て、まあ、中島選手、星野選手といいレースを、ね、見せてくれたドライバーですね。さあ、27番のアルボレートのすぐ後ろ、プロストがぴったりとこれマークして振られましたね、今、はい、2位争いなんですけれども、いやいやアルボレートを攻め込まれて焦ってますね。車の状態がおかしいのかもしれません。さあ、長い直線、ここで一気に上りで抜きましたね、プロスト、はい、まあ、非常にエンジンの調子がいいんだと思います、はい。アルボレートが止まってしまいます。アルボレートコースアウト、リタイアですね。リタイアですね。一方プロストはこれピケも実はかわしました。ピケの音がおかしい。あ、ピットに入ります。さあ、続いてマンセルも入ってきます。マンセルも入ってきましたね。コーナーのピットはもう大変ですね。ウィリアムズホンダのピットは大忙しというところです。ピケは結局エンジントラブルでリタイアということになってしまいました。マンセルの方もセナとのあれスピンで、やはりボディにダメージを受けつかのでリタイア。ホンダ勢はもう中島以外みんなリタイアということになってしまいました、はい。一方楽な展開でトップに立ちましたのがカーナンバー1番。そうですね、プロストにとってやはり一番マークすべきホンダ勢がですね、このように消えていってるっていうのは非常に、まあ、楽な展開ですね。と同時にこのスパのコースに対して、マシンが非常にバランスよくセッティングされてますね、はい。さあ、中島選手の車載カメラ、すごいですね。これ何キロぐらい出てるんですかね。今そうですね、290、300、310ぐらいのところですね。さあ、ファビのマシンです。すぐ後ろ、これはヨハンソンですか。ヨハンソンがこれで2位に出てきたわけです、はい。いつも元気な走り見せてくれますよね。そうですね、ヨハンソンらしい走りを見せてくれてますね。さあ、地元期待のベルギー出身のブーツェンです。これは等速ジョイント、まあ、CV ジョイントと言いますけれども、そこがまあ焼き付いちゃったトラブルですね、はい。あ、さあ、プロストがピットインです。さあ、18周目、これは予定のピットインですね、タイヤ交換。さあ、その間に2位のヨハンソンが1コーナーを回っていきます。あ、今出てきましたね、プロストが、はい。プロストがそのまま先頭トップを守ったままレースに復帰しました。ここがうまいんですよね、プロストが、はい。タイヤ交換したばかりのニュータイヤなのにヨハンソンにつけ入る隙を見せない、このドライビングっていうのが非常に難しいと言いますか、ニュータイヤでありながらよくうまくマシンをコントロールしていると思います、はい。あ、これはブランドルがエンジントラブルですね。フロントも何かぶつけてるようです、はい。
さあ、そして中島選手、20周目6位まで来てて、ここで、まあ、予定通りタイヤ交換です。あ、積極的にコースの真ん中の方からピットアウト。何しろホンダ勢としてはこの中島選手しかいません。もう中島しかいないから、ホンダ勢の期待は全て彼にかかってますね。オールウジュから上り、そして直線に入ります。はい、ノックス。そしてここからもうベタ踏みになるんですね。そうですね。5、4、3、2、2速で通過。その中島選手、前にいるのが中島選手、後ろがプロストです。一速で中島選手ヘアピンを回り込みます。そのインからアラン・プロストが抜いていきました。これはあの先行するマシンに道を譲ったという形になりましたね。走り、見事な走りを見せています。さあ、中島選手のこれ前を行きますチーバーです。まあ、プロストのその予選が雨模様だったにもかかわらず、セッティングが非常にうまく、ドライのセッティングがいってますね。はい、これはチェザリス。今日は頑張ってますね。はい、チェザリス。さあ、その前を行きますファビです。3位争い。あ、この試験の入り口で、うまくブラバムのチェザリスが抜きました。これ順位を一つ上げました。そうですね。さあ、日本の中島選手頑張っています。19番のファビがこれ止まってしまいました。すでにも立ち上がってマシンから降りました、ですね。これで中島は5位まで上がりました。さあ、こうなりますともう一歩追い上げを図ってほしいところですね。はい、これが中島の後ろ6位のアルヌですね。DJ メガトロン BMW アルファロメオと契約したんですが、急遽メガトロンに変えました。トップを行きますカーナンバー1番のアラン・プロスト。おっと、これは30番のフィリップ・アリオです。危なかったですね今。ラッキーですね、はい。まあ、こういった展開でああいうあのトップを回走していても巻き込まれる可能性があるわけですよね。運が悪いと。これはガス欠のようですね、パスカル・ファブル。さあ、プロストがこのまま勝ちますと27勝目、これはジャッキー・スチュアートに並ぶわけです。はい、史上最多勝記録なるか、プロストですね。さあ、最多勝の瞬間をご覧いただきます。27勝目を挙げましたアラン・プロストです。そして日本の中島選手、4位チーバー、5位中島、1秒差のゴールでした。そしてこちらはチェザリスです。あと少しでチェッカーというところなんですが、これは完全にもうガソリンがなくなっちゃったということですね。はい、途中飛ばしすぎたんでしょうきっと。ベルギーグランプリはアラン・プロストが見事な優勝を成し遂げました。日本の中島選手が5位に入っています。やりましたね、はい、日本人ドライバーとしては最高の5位という成績を残してくれました。もうすぐなんか表彰台という感じですね。3万人のベルギーに続いてポイントを稼いでいます。今年注目の新しい F1 の技術、なんといってもアクティブサスペンションです。これは長年チームドータスが研究を続けている全く新しい画期的なサスペンションなんですね。どういう仕組みになってるかといいますと、なかなかまだ軍の秘密で、全貌が明らかにされていないんですけれども、車にですね、センサーが約20個ぐらいついてます。そのセンサーでスピードを測り、タイヤの横向きの G-Force、そして前後の G-Force、これらをキャッチしながら、それをコンピューターに入れて、コンピューターが瞬間的に計算をして、そして、油圧を利用します。油圧を利用してサスペンションの代役をさせるわけです。
従来のダンパースプリングの動きをこの油圧が代役しているわけですね。ですからポイントとなるのは油圧が正確に動くかどうか、もちろんそのコンピューターが非常にいいポイントとなってきて、きちっと演算を素早く行えるかどうかということですね。成功すればまさに画期的ということですね。そうですね、もうすごい戦力になると思います。